ランドの森ランドドガスコーニュの地図。黄色が、砂丘地、緑色が、森林ランドの森は、フランス西部最大の森林。アキテーヌ地域圏ジロンド圏とランド圏ロットイコールエイコールガロンヌ圏の一部とにまたがる。ヨーロッパ最大の、海岸に面した松林である。ランドドガスコーニュと呼ばれる地域にある。フランス語のランドとガスコーニュ語のラナスとは、共に荒れ地を意味する。 ランドの地から、エール川、ブディゴー川、シロン川が、モル川が流れている。近隣にある都市には、ボルドー、モンドマルサン、ダクス、バイオンヌがある。ランドの森の西側は、大西洋に面している。長い海岸は、コートダルジャンの名で知られ、リゾート地が点在する。森に植えられているのは、ほとんどが、海岸省である。他の多くのヨーロッパにおける森林とは違い。 ランドの森は産業目的のため人が作り出し維持してきた。この松植林地は海からの土地の侵食を防ぎ土壌を浄化するために18世紀にジロンド県のペイドビュック地方で始まった。原生林の成長パターンとは異なりランドの森にある木々はほぼ同時期に植えられほぼ等しい大きさに育ってきた。森林は 五番の目のような広大な防火帯で 1km ごとに分割されている。これは山火事の際の被害を最小限にとどめ、かつ消防士たちが森の至るところへ移動するのを容易にするためである。あらかじめ消火設備及び貯水池が設置され、森の中に点在している。また、網目状に巡らされた歩道は、山林監視人が各区域内の遠隔地に行くことを可能にし、 材木の成長を観察することを可能にしている。山火事の回数及び被害は、1950年代と1960年代に起きた自然の山火事以降激減した。19世紀のランド地方の風景。ミュゼド・ボーザールド・ボルドー諸造ランドの羊海ランドの森の一部は、古来からのままである。ガス購入の海岸のいくつかの地区は、 すでに約2000年前に森林となっており、それは20万ヘクタールを占めていた。これらの森林は、ラカノアルカション、ラテストイコールドビュック、ビスカロッス、マランさんの近郊を覆っていた。この森林で実施されていた初期の樹脂抽出技術は、ほぼ、今日知られている技術と近いものだった。広範囲にわたり、樹種としては固有種の海岸省が多くを占めていた。 一方、現在ランドの森を占める大部分は19世紀まで羊飼いが暮らす湿地だった。この時期の歴史は、ランド地方の最後の尾崎実の姿を収めた写真に記録されており、畜場を使うことも羊飼いの普通の生活の一部だった。人々は農業と畜産によって、ランドの土地から生活の糧を得ていたが、大規模な植林によって、その生活には終止符が打たれ、 彼らは姿を消した。ランドの土地に新たな価値を与えようとする試みは幾度か失敗したが、最終的にはランドの平地を覆うように海岸省の苗が大量に植林された。海岸省はこの地域に完全に適応していたので、この策は驚くべきものではない。森を作るという意向は19世紀に同時に噴出したいくつかの理由のためであった。 第一は、村ラを脅かす、海岸砂丘の身長を食い止めることであった。有名な例として、スラックの境界は、押し寄せる砂で埋まってしまった。カプトードビュック地域で砂を食い止めようとしたが、植林で砂丘の身長を止めるというやり方を広める、ことができずに、地元の生じ主たちは、急速に資金を失った。建設技師であったニコラ・ブレモンティエは、 この計画について知ると、海岸で植林を試み好ましい結果を得た。パリで影響力を持つブレモンティエは、ランド地方の海岸に植林をする必要を政府に確約させる術を知っていた。ついに、1857年6月19日法が施行された。この法律が、農耕遊牧の暮らしへの調整を鳴らし、 現在知られているランドの大森林が誕生することになったのである。同じやり方で当時言われていた湿地を浄化し衛生条件を改善するのに内陸での海岸省植林は不可欠とみなされた。しかし当時の人口が調査されていなかったため同意は得られなかった。現在でも一部の人々が言うように カマルグを含むフランス南東部の牧畜地帯では、おそらくこの理論は良いとは見なされないだろう。19世紀後半に植えられた第一次植林の松は、20世紀初頭になりきとなった。松ヤニの樹皮抽出がランドドガスコーニュ全体に広まり、地方の都市化と産業化をもたらした。テレビン油やロジンに使われるランドドガスコーニュの発金抽出のため、 何千ヘクタールもの松林が開拓された。しかしこの松林は、ランド地方の規模に対する、包括的な物差しのないまま少しずつ、植林されていった。松は巨大で、非常に密集しており、不確かな方法で分配されていた。20世紀半ば、ランドの森が大火で被害を受けたのは、必然的なことだった。最も有名な例は、 ボルドーとアルカションの間の何千ヘクタールもの森が焼けた1949年8月の火事である。1950年、森全体の50%が煙で枯れた。直ちに失われた森の代わりとして、最初とは別の方法で第二次植林が行われた。植林は合理化され、松は戦上に植えられた。広大な防火線は火事の炎焼を回避し、 かつ火事が起きた際には中心に消防士が達するのを可能にした。森は今日知られるような姿となった。しかし樹脂抽出産業は徐々に衰えていった。外国産との競争、重労働の割に高い値がつかないこと、そして特にテレビン油と路人の代わりになる石油製品との競争が原因であった。1990年、2000年以上続いてきた。 樹脂抽出は、ランドの森から決定的に消滅した。ランドの森の役割は、生死業の原材料になった。ミミザンとタルタスに、巨大な木材加工工場がある。1970年代、森の一部は、従来の性質を失うことなく、地元の農業開発に用いられた。現在ランドの森は、約100万ヘクタールに及び、その9、10には、 海岸省が植えられている。しかし森の南西部には氷河期後の樹木の遺構が残っている。松、多ハ半の木、カバの木、柳、ヒイラギである。これらは、種として水路に近接して生えていて、増水すると流される。この森の原型は、中世の中頃までにできたと推測されている。この時期から気候が定まり、より湿潤にそして涼しくなり、 特に開墾は農耕生活の延長で展開されていた。やむを得なければ、16世紀から18世紀の間に建設資材や燃料として木が切り出され森が交代していたのである。松の樹脂抽出の様子。左がアップ書20世紀初頭、林業、生死業、樹脂抽出業は地域経済の重要な柱だった。経済は 木材関連産業で占められている。対照的に、樹脂抽出は一部が人の手による産業としてわずかに残っているが、現在の科学技術の恩恵によりほぼ完全に消滅した。一方で、松の抽出の副産物を利用する企業が見られる。19世紀半ばより、前のランドでは、荒れ地での羊の放牧だけが収入を得る手段だった。羊を飼うことで、 ライムギ生産で使用する肥料を作ることができた。ランド一帯に全般的に松が植えられたことでこの文化は消滅し、ランドの典型であった羊飼いも消え失せた。代わって、ランド人の代名詞となったのは樹脂抽出であり、松の樹皮を剥がす時に用いる、くちばし状の道具、アプショであった。ありがとうございます。